ろにあるこの壁をマスキングテープで可愛い壁にしたいと思います。ドアはこんな感じです。用意したのは普通のペンキとかの養生に使うタイプのマスキングテープと紫色、ちょっとおしゃれな可愛いやつを買ってきました。多分100均とかにもこういうマスキングテープってあるんですけど、壁に貼るということでしっかりしたやつを買ってまいりました。どういう順番が可愛いのかちょっとやってみてます。あ、これちょっとありかもしれん。うわ、なんかどれもありなような気がしてきた。どうしよう。結局なんかこうやとちょっとなんか素人感出る気がして、この順番にしたいと思います。できるだけちょっと空気が入らないようにぴったり貼っていきます。はい、今3回貼れて結構いい感じだと思うんですけど、どうでしょうか。頑張ります。マジでめっちゃ熱い。めっちゃ頑張ったのにまだこんだけある。ほんでこの並びを間違えたら永遠に間違えることになるから、絶対に暑さで間違えそうやけども、次はこれやね。え、違う、え、紫、うん、次これや。こんな感じで晴れたんですけど、もう一回全部ローラーでちゃんとくっつけていきます。という感じでできました。これやったらね、賃貸で普通の賃貸の人でもできるし、意外とこの柄と柄を合わせるのちょっとむずいなとか思うんですけど、結構この色がたくさん入ってるマステとかやとどんな柄にも結構合うなって思いました。うん、いい感じ、かわいい。こう来てこう来たらかなりガールズルームっていう感じする。セミめっちゃ鳴いてる。という感じで今回はマスキングテープで壁を可愛くしてみました。時間があったらね、こっち側もなんかいろいろやりたいなと思ってます。ちょっといいやん中山さつき台ちょっと見てみたいなと思った方は、同日祝の朝10時から5時まで中山さつき台団地現地案内所にてモデルルーム公開中です。ぜひぜひ皆さんお越しください。今のシーズンやったらセミの大合唱も聞けます。